分からん。まあいいや、さっきテレビこなそう、テレビこなそう、テレビこなそうや。8時が8時だったな。8にする。で8時にしてから、このテレビを砂嵐にするんか。 NHK 砂嵐、全部砂嵐と。何が起こるんだろう。もう一回チェックしよう。何が起こるかまでちゃんとチェックしておくべきだったなこれ。8時で1時間経過しちゃって、それぞれ見たかったあーあーってなって、1時間経過ってことはさ、この状態でさらに1時間進め、つまり9時にしなあかんってことか、そういうことか。でこの状態で9時にする、そしたら1時間進んだって話になるんか。でもう一回砂嵐のテレビの前に行ってみよう。来た、そういうことじゃ。お姉ちゃんの抱え方雑。なんでその白いペンキみたいなね、塗られた感じになってんの。だからさ、お姉ちゃん、私はアニメが見たいね、私の好きなのを見せて。ダメ、何度も言わせないで、私だってドラマを見たいの。見どころもん、今度牧野の言うことを聞くから今日は見せて。ふーんだ、お姉ちゃんなんて大っ嫌い。あー、もう牧野と言い争ったせいでドラマ終わってるじゃないの。あ、もんどころが目に入らんのか、あのところがもうすでに終わっとったんだ、見どころ。お姉ちゃん、これはお姉ちゃんとの私の記憶、私が失った記憶、この館に私の失った記憶が散りばめられてるってことなら、もっと記憶を探そう。愚痴喧嘩。水戸黄門っていうセンスが悪いと思うよ俺は。水戸黄門見る小学生、小学生か知らんけど、女の子がおるとは思えんもん俺。いや人の勝手やけどさ、でもそう考えたらあれやな、に人形をちゃんと並べたら何かのアクションがあるはずなんやけどな。まあ、さっきこっちやるか。1ヶ月前からずっとずっと探していたオルゴールのゼンマイ、7時か。で7時になってこたつの中か。おやつの時間ってことは3時にさらにやるんかな、わからんけど、とりあえず7時にしてこたつの中探すみたいな、そういう流れだな。ですな、7時ですよ、ゴールデンタイムですよ。 VS 嵐とかやってますよ、目標だったら。これでこたつの中か。あった、ゼンマイ侍ザンマイ、全然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 全しか言わないで言う。よし、でゼンマイが手に入ったけん、ゼンマイ侍を起こすために、3時にしなあかんのじゃ。お団子やけんな、あいつお団子使うからな。3時の時間、あ、マキちゃんもしかしたらお団子食いよったんかな。そういう話じゃなかった、マキちゃんは帰ってくるって言おったな、マキちゃん。まだ別の部屋かな。わあ、何かいるようだって、ある扉の向こうに。こういうこと、何かいるようだって、マキちゃんのことが、小さいマキちゃんのことが。ゼンマイ侍は、ゼンマイ侍は、オルゴールは、じゃあオルゴールはゼンマイだけあってもオルゴールなかったらダメってことだろ、それもしかして。もうスタンバッドないでさ、ちゃんと入ってこいだ、探しておかなあかんのじゃ。どこあるんだろう、ゼンマイ侍、オルゴールどこあるんだろう。オルゴールも探しておかなあかんってことかこれ。部屋の、この部屋には何がある、これ、もしかしてこれオルゴール、これじゃ、取り付ける、やった、で回す。あ、思い出の習慣、これだ、これなんだ。ああ、鏡の中の周りをね、とじゃなかったな、普通のオルゴールだったな。はあ、セーブして
これでお姉ちゃんの日記帳の方のは全部多分終わったと思うんですけど、マキちゃんの方でなんかあるんだろうな。あ、この卵焼きやってさ、お昼の1時にってあるけんさ、1時に合わせて卵焼き嫌かなあかんみたいな話だったんかな。時間合わせてやってなかったけんな。1時にって言われたけん、1時に合わせて卵焼きを、あれか。で、その上で、あえて焦がさなあかんの、これもしかして。焦がしてしまいましたって言うだけに、あえて今回焦がさなあかんパターンなんだろうか。フライパン、卵、材料、これたくさんあるでしょ。もうできます、卵。これでよし。タラタタタタ、タラタタタタ、また作るのか、マキちゃん。たらら、卵、ああ、焼きすぎて、焦がしたらダメダメよ。マキちゃん、たら、あららら、ら長すぎちゃうの、焼く時間が。焦げてきたわ、マキちゃん。はよ、火を止めなされ。あらら、あら、焦げ目が広がったいくちん。はい、焦げだ。やった、焦げだ。これだ。来ました。あ、な、真ん中マキちゃんで、右がお姉ちゃんだろ。雑な白いペンキ。で、左だれこれ。お母さんこれ。お母さん。なんでお姉ちゃんはこんな抱え方たのにさ、お母さんはちゃんとこういうちゃんとした抱え方されとんの。なんだ、差別なの。何お母さんとお姉ちゃんの間で差別を作ったの。あら、マキの卵焼き黒焦げになっちゃったわね。ぷぷぷ。大丈夫、今回は失敗しただけだ。今度は上手にできるよ。レッツエンジョイ。そうね、練習を積めば誰だって卵焼きぐらい焼けるようになるわ。うん、一緒に頑張ろう、マキ。レッツレッツエンジョイ。お姉ちゃんめちゃくちゃレッツエンジョイよね。決め台詞と言わんばかりに。終わった。よし。他にやってないことはあるんだろうか。さっき、じゃない、マキちゃんの方。これで、あ、人形並べるもやってないよな、人間にまだ。後回しにしようけど。9時に幸せ集めの話、部屋で読んだみたいなことを読んでもらいます。これやったっけ？怖い夢を見ましたのところは時間関係ないけん多分やらんでいいと思う。これも今日も怖い夢を見ましたのところは多分時間関係ないけん。クジに呼んでもらうやつってあったかな、覚えてないんやけど。夜9時に寝る部屋で私本を読んでくれました。寝る部屋でってどこだったっけ。悲しいけど好きです。一曲聞こえた。今日もまた同じように読んでもらいます。なんだこれ、わからん。寝る部屋ってまずこんなところで寝るわけないよな。こんなところで寝るわけないだろ。どうしてここしかないけど、ここで何すればいいん。おひらさまは盗み見、盗み見な、何がしたいだろうこれ。盗み見るんだったらここの方がいいでしょうっていうパターンだろうな。いやーなんてね。わからんけん攻略サイト見たけど、幸せ集めに関して多分終わっとるね。いや、なんかね、幸せ集め終わってないかと思ったけど、幸せ集めもう持っとるやん、よく考えたら。いや、持っとるのは覚えとるけどさ、それのイベントもう終わっとるっぽいわ。問題はもうこれだけらしいけどさ、どれなんだろうな。どうすればいいんだこれ。あ、もう一回見とこ。何やったっけ、習慣的曲の沖縄。これさ、色わからんから。どれがどのやつか色わからんから。このさ、下の段の右、一番右と一番左違いなんなんてぐらいのわからなさ。違いな、え、あー、なんだこれ。
まさか時間合わせてなかったこれ。時間合わせたいけん並びが一瞬あっとってもみたいな感じ。ちなみに時間経ってどっちやったっけ。日記どっちの方に書かれとったっけ。人形の方はどれだ。あ、こっちじゃない。まあ、お姉ちゃんの方だった。お姉ちゃん並べる順番。お姉ちゃん、あ、一番最初の方だった。飛ばしとったわ。だが9時、明日の9時に買ってきて置いてくれる、玄関に置いてくれと思わった俺。じゃあ並べる順番が悪かった。お父さんの嘘つけー。あははははは、そうか、明日の1時頃はお雛様を準備をするって書いとるわ。そうじゃ、9時やけんダメなんじゃ、1時や。紛らわしい。紛らわしい。1時準備するって書いてある。紛らわしい。数字のマジックきましたよ。いやー、なんか9時の方に頭一本になっとったけんこうなったんじゃ。で、これで出ていったらいけるんかな。出ていったらなんか、あー、出ていかんでもよかったわ。始まったよ、ようやくじゃ。多分3番のやつと5番のやつは全く同じで、どっちに起きても問題なかったんやな。時間を合わせてなかっただけなんやろうな。なあ。俺何やいよん。マキ、お姫様綺麗に飾れたね。レッツエンジョイ。うん、短っ。思ったよりやりとり短っ。もうちょい何かお姉ちゃんが言うんかなと思った。大切な曲、お姫様。さてどうすればいいんだ。 やれることでこれで終わりか。レッツエンジョイしたか。レッツエンジョイ、ザ・レッツエンジョイ。鍵がまだわからんのよな。他になんかやることあったかな。やれることなんかあるんかな。とりあえず今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。どうだい視聴者のみんな、中盤のあたりから謎解きがぐちゃぐちゃだったろ。世田谷圭介はね、月1のペースでこういうグデグデの日があるからね。けどね、安心して、そろそろ次の章に入ってしまうんじゃないかなって思うからね。